とはね、このね、クランクで買ってきた、トミントをね、焼き鳥をつまみながら、万全を期そうと思います。いつもだと、癖で、ふっと、つけて、寝てましたけどね。まあ、そんな感じでね、まあ、あとは、ぼちぼち晩酌しながらね、明日の計画を練ってこともあります。一応、予定では、明日、朝一で、豊橋の駅に向かいます。まあ、とりあえずカー、ね、あの車をどこかに止めて、で豊橋駅から休日フリーパス、休日お出かけ切符でしたっけ、静岡の方までね、定額で2700円だったから行けるみたいですね。で片道が2300円ぐらいかかるらしいんで、だったらね、全然こっちで、ね、往復すれば、で途中もね、いろいろ、また東ね、静岡で温泉入ってもいいですしね、草薙の湯でしたっけ、あ、違う、誰だ、湯の木の湯ね、ありましたね、とか、あなたにとかね、行ってもいいですから、うん。っていうようなことで、まあ、ちょっとシーズン局に乗ってもいいですし、まあ、清水まではね、行くの確定なんで、で、今回は一応予定ではね、フェリーに乗るというね、こともあるみたいなんで、そうするとね、そのフェリーに乗った岬の先に、どうもその、佐久神社があるらしいんで、そうです。受験生のことを思ってるチャンネルでございますからね、なんか受験生に役に立つようなこと、なんでしょうね。まあ、私の場合は、どうなんだろうな、まあ、人によってはやっぱ全力を尽くしてね、あれと言います。まあ私もどっちかというと全力全開でやるタイプなんであれなんですけど、案外、ああいうでかい試験の本番の時は、うん、まあ 80% の力を出したらよしかなっていうふうに思ってね、まあ80点いったらどう、80% 出したら上等、80% しっかりとコンサートに出したら平均80取れるわけですからね、まあそれじゃね、届かないよっていう大学にね、行く方もいるかもしれませんが、そうしたらあれかもしれませんけど、そうしたら80の力で90点を取れるように、トレーニングをしておけば、いいんじゃないかなっていうね、本番やから120% 出そうとかってすると、絶対オーバーキルになって、絶対し、6でもないことになることが、結果として起こり得やすいですから、確率と言ったらそっちの方が危ないですからね、まあ、っていうことぐらいかな、私から言えるのは、一応、まあ、受験、成功組は成功組になると思いますんでね。まあ、中京なんか、中京で成功するってどうなんやっていう気の方もいるかもしれませんけどね、まあ、私は、ね、言ってますけど、下手に30、ね、ないような人だったら、逆によくいけたなと思いますからね、っていうような感じですかね。ということで、とりあえず、明日を迎えたいと思います。とりあえず、あれかな、できそうやったら、ツイッターの、なんか、ライブ機能、あれなんかスマホでもできるみたいなんで、やってみようかなと思いますんでね、ぜひちょっとそちらの方もお楽しみいただければと思います。で、今ここで言っても仕方ないよね、今から言って公開する多分3ヶ月も4ヶ月も前だもんそんな感じでございます。どうも、ではおやすみ。おはようございます。今ね、朝の6時5分ってことでね、ちょっと予定より早いんですけども、今からね、注意しても出てこうと思います。でもね、台風9号が今ね、来てるんですよ。それの兼ね合いで、こっちのは絶対ね、今が中部地方なんですけど、その兼ね合いの雨雲が6時50分くらいから、すごい本格的に何十ミリ中雨になりそうやっていう予報だったので、それでちょっとまずいということで、早めにちょっと出ようと思います。ここからね、鉄道とね、フェリー使う予定、水上バスを使う予定があると出るかな、大丈夫かな、ちょっと心配ですね。よし、とりあえず、豊橋駅前の方で、コインパーキングに向けて、行こうと思います。さあ、ってことで会計を済ませてきたんですけどね、一歩遅かったですね。もうね、びちょびちょ。こんな感じでね、わかりますかね、大雨でございます。やべえな、思っとった以上に降ってくるの早いな。で、こっから、要は、今ね、
雨雲レーダーがこんな感じらしいんですわ。で、この後この真っ赤なやつが、今多分この黄色いやつぐらいが来てるんだと思いますけど、この真っ赤なやつがね、今からやってくるらしいんでね、これはまずいぞということでございますね。ちなみに、静岡の方とかも、当日に雨降ってそうですね。まいったな。よし、静岡ももう終日雨予報ですね、今日は。まいったな。あ、もうこんな感じなんで、また電車運休するかもしれないし、風ですね。水上バスも厳しそうかな。ちょっとあれですね、行けるところまで車で行った方がいいのかな。ちょっと豊橋駅のとりあえず駅前の方でちょっと目指してみましょうか。はい、